Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact, mise à jour 4.1. Et il est temps d'aller parler au duc, au chef de la zone, au chef de la prison. D'ailleurs, qui est en train de nous faire un tour de la ville. メロピデ要塞じゃ、それは数ある生存方法の一つに過ぎない。管理者のくせに、そんな風に考えてるのかよ。オイラたちは、罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ？だとしたら、あんたらはきっと、この水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが、腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことは、トラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所、特別許可食堂だ。毎日一食セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることがってお金はいらないのか？ああ、囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ、水でさえ特別許可券で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは、腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでから、サービス職のルールができた。今じゃたとえ一日中何もしないでいるようなギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには、皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃ、メロピデ要塞は不満で溢れてしまう。そうなったら俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまりメロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのは、みんなに仕事を頑張ってメロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかくここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かにそうだよな。そう思ってみるとなんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは、公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちは、やっぱり自分の目で確かめないと。さあ、向こうも案内しよう。お chapeau de la visite guidée。ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね、互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人、興味はあるか？一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる。
On dirait que vous me connaissez bien. Koshaku, ここもお前が作ったのか？いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろん、これらの費用にもきちんとした用途がある。何に使うのか聞いてもいいか？人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ？闘技場の管理に興味があるのかい？いやいや、おいらはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。旅人、おいら才能があるらしいぞ。ここで事業をやってきるかな。そういうことはまたおのおの計画するといい。今は引き続き他の場所を見ていこう。Le prochain point. Ça a l'air plus haut. Ah, l'ascenseur, tout simplement. Petit effet important. Koshaku-sama, bonjour. Je n'ai pas été. Konnichiwa.今何時だ？いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。緊張しすぎて息の仕方も忘れてるみたいだぞ。Oui, mais pour quelle raison il se met dans ces états-là? すみません、どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ？オイラたちそこで働くのか？必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。 Merci, Monsieur le Duc. さて今度はあっちに行ってみようか。え？あ、いいし。Qu'est-ce qu'il fout là？ ああ、びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。
幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。ん？どうした？なんでもないぜ。オイラはただ明日はきっとクタクタだろうなーって。Tellement à Quartz, bizarre que c'est cramé à 3000 km qu'il y avait un souci. D'ailleurs, je me souviens pas qu'il avait été arrêté, il avait été innocenté. Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, j'ai oublié quelque chose depuis la mise à jour 4.0. Une lance de débutant, génial. Un nouveau personnage kawaii. Oh oui. Kōjaku? Quand tu viens à la maison, tu ne vas pas te faire mal, non? C'est dommage, mais il n'y a pas de mal. Merci beaucoup, Chigumin, Chigumin, Kangoshi. Donc, je suis venu pour ces deux personnes. Je vais vous présenter. Ici, c'est la maison. この子はシグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。看護師長といっても看護の仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。俺、案内はもう終わりなのか？生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。うん、他に何があったか。実は、めったに案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。オイラたちも初めて来たから何から聞けばいいかわからないぞ。ならとりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して、ここのサービス食すっごく美味しいんだから。では、pourquoi ils appellent ça la cantine à coupons?S'il n'y a pas de coupon pour manger le repas caritatif. Sûrement parce que ça s'appelait comme ça, parce qu'avant il fallait les coupons. Mais dans ce genre de cas, tu fais des changements quoi. Tu changes le nom aussi quoi. Genre cantine caritative ou un truc dans le genre.Très bon aussi. Sore, tchao, la quina, je te suis à la naïa de Janai. Kimi, t'as dit, c'est beaucoup un gai, non? Ya, un Janai. Oreno Hokara, Wurji Sani, Kujio, Hikanakemo, Io, Tanonda, ça. What? Kokono Kuante, Kuji de Kimaru no Kayo. Hm. Naniga Tabera Lekawa, Jembu, Shidai, non, yo. Tokubits Kyokashokdo, no Wurji Sano, Chotosta, Akashimine.そうだったのか。まあこんなに美味しいものが毎日食べられるとしたら、コンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人ともさっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？最近はどうしていらっしゃるのかな。お仕事は忙しそう？お体は健康？体は大丈夫だと思うぞ。ずっと真面目に仕事してて、ちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。看護師長の心配は杞憂らしい。もう長いことヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。
今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。お？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろ？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは品行方正なお方でね、どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかくあんたらのことはヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれもこの食事までだがな、ここからはきちんと囚人をやってくれ。 Merci pour votre hospitalité。 どういたしまして。新たな生活があんたらを待ってるさ。 Moi, ça a mérité d'être clair. Retournez au docteur pénitentiaire. Donc là, je pense qu'on avait ATP pour ça.旅人にパイモンだな。新入りはまず何をするべきか覚えろ。いいか、トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。J'avoue, je m'attendais à pire. これからここで寝ることになるのか。なんだか不思議だよな。ぐうたら探偵小説を読んでた日々がこんなに早く過ぎ去るなんて。あ、そういえば今日起こったいろんなことについて話さないとな。公爵のやつはっきりとは言わなかったけど、最後の言葉からしてオイラたちがヌビレットと知り合いだからこそあんなにもてなしてくれたってことだよな。Honnêtement, c'était cramé depuis le début, mais bon, pas grave. 確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたちヌビレットの助っ人なわけだし、もしかして公爵はオイラたちの任務のことを知ってるのか？考えすぎだといいんだけど。Il en sait probablement plus qu'il ne le laisse paraître ou le laisse entendre. Oui, là, moi, ça me dit. Motokara, oui, là, t'as mon objectif, je sais que. Aïe, t'es, aïe, ou, quand t'as dit, t'as eu, ou, t'as dit, 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 t'asなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから少なくともやってみないとだな。あ、タルタリアの行方の調査。Il y avait aussi autre chose important. どこから手をつければいいのか。Que fout Linné ici? それって。La présence de Linné. そう、そこなんだ。リネに会った時、危うくブルが出そうだったぞ。幸い公爵の態度からするとリネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。あの時あんなに頑張ってあいつらの冤罪を晴らしてやったのに、結局囚人になってるなんてな。Je suppose qu'il est là pour les mêmes raisons que nous。リネットはハウスオブハースの人間で召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃああいつらも調査に来たのか？ Regarde,
Il y a quelque chose là-bas, même si moi je le vois pas. Oh, carte d'azo. Ça qui va n'en déquise qu'à la carte d'arro. Moi je suis un kodogo mitai d'accord. Qui t'a l'iné qu'à nos costes que les tanda. まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。どれどれ、また会えてとても嬉しい。明日生産エリアで会おう。うん、なんか街中で友達に会った時の挨拶みたいだな。できる何か大事なことでも書いてあるかと思ったぜ。そっか、じゃ明日になったらあいつにいろいろ聞いてみようぜ。今日はもう休もう。Avec un peu d'appréhension, Paimon, et vous passez votre première nuit de la forteresse. Oi! Yatto, kita ka! Tu t'es levé tôt, Paimon! Honkakutekina shoujin seikatsu, ichinichi me da kara na! Soyeba, kino no yoru, yume no naka de kanshu ni jinmon sareta ze! Tu l'auras dit tout? Shoujiki, iya! だって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけないよな。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。だ、ごめん、今すぐ行くぜ。Partez aussi vite que possible après avoir demandé à Fielding l'emplacement de la zone de production.Bon, moi, on a pensé à lui demander où était la zone de production. Allez, à Graville dans la zone de production. Bon, ça m'étonnerait.Bonne flèche là qui dit voilà, celui-là c'est pour descendre. Ah, ouais, encore bien une bonne descente aussi, quoi. Bon, important à récupérer le TP. Voilà. TP. Hop, le TP en premier.Épée émoussée. On va encore aller plus bas. Mais après. L'autre côté. Let's go. このエリアに振り分けられるなんてついてる奴らだ。おお、昨日ここに入ってきたんだ。俺の話を遮るな。はい。仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械はお前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それにここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかくメロピデ要塞はどんな機会も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。分かったか？分かったぞ。お前たちの仕事はあそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。
これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。Oui, monsieur. Alors, monsieur. Pour le processus de forgeage et d'usinage, vous devez placer les pièces non usinées dans la machine. Vous pouvez utiliser le stabilisateur pour lancer le défi. Si les pièces se croisent en tournant, vous devrez attaquer la partie rotative pour restaurer le fonctionnement de la machine. C'est génial, quoi. Lorsque la base de la pièce brille, vous devez sauter pour terminer le forgeage. Lorsque vous avez fini, lui peut récupérer là où les pièces usinées. Ok. Comment je peux savoir si elle est assez chaude? Ah, comme ça. ってとこか。機械を使った加工だからさほど差は出ないがな。いいだろう、合格だ。特別許可権を支給する。疲れたぞ。もうこれで終わりだよな。監視が怖くて何も言えなかったけど、今すぐ特別許可食堂に行きたいくらい腹が減ってるけど、まだリネとの約束があったよな。あいつも仕事が終わったばかりだろうから、近くを探してみようぜ。リネクーポンクレディ400。あ、おい、quand même。après faut voir le prix des objets。400, ça peut être beaucoup comme ça peut être rien du tout, et je pense que ça va pas de grand-chose. Majutsu Rina! Doku ni iru na? Jintai soushitsu magic de mo yatteru no ka yo? Kono chikaku ni wa inai mitai da na. Oka no basho ni itte miru ka? Bon, les objets sont récupérés dans les environs.Liné-chan. Oh, Liné-san, évidemment, mais... Je sais pas où il est. On se voit qu'il veut qu'on monte.On est bien dans la zone, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose ici pour eux. Ah, si, il faut monter! Ok! Je pensais vraiment que c'était à ce niveau-ci. Hein. Menu! On va juste faire ça en même temps. Voilà, comme ça j'ai le petit primo supplémentaire.
あれ、そんなに簡単にびっくりするなんて、何かやましいことでもあるのかい？こいつ、やましさの原因はお前を探すことなんだからな。ごめんごめん、早くこっちに来てよ、隠れて話そう。リネット、お前もいたのか。やっぱりお前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん、お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ、実はリネットだけじゃなくフレミネも一緒に来てるんだ。覚えてるだろ？笑ってしまう。ハウスオブハースの潜水士だっけか。確かフォンテーヌ邸で会ったよな。それより、なんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。それで集まったたくさんのお客さんたちをパフォーマンスに参加させた。そしてみんなが見守る中で全員の財布を消してみせたのさ。そうしてお兄ちゃんは窃盗犯になり、私は全てを知っててなお手助けをした共犯者になったわけ。まあ実際はそんなに深刻な状況でもないんだよ。消えた財布は執立邸にある大きな書類棚の一番左の引き出しにあるんだから、いつになったら気づくんだか。向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。お前たちらしいやり方だぜ。C'est pas vraiment le sujet, Lina. La question est, que faites-vous réellement ici tous les deux? 前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。君たちを本当に怒らせてしまうくらいなら、僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところハウスオブハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウスオブハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだろうと思ってたぜ。調査内容について言うと、君たちはまだ知らないかもしれないけど、メロピデ要塞にはある秘密が隠されてるんだ。それどころかメロピデ要塞はその秘密を守るためだけに存在しているという人までいる。はるか昔からハウス・オブ・ハースはこの件について調査し、秘密を探ろうとしてきた。でもここ最近、手配した偵察員だけじゃなく潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。僕たちはこれを一種の挑発だと考えてる。だからこそメロピデ要塞にやってきたんだ。Pourquoi le foyer est-il si obstiné à propos de ce secret? すでにお父様がある方法で確認したんだよ。フォンテーヌの神の心は、水神フォカロルスの手にはない。え？そんな重要な情報、どうやって知ったんだ？お父様は独自の手段を持っている。でもその多くは、私たちには想像することも見ることもできない。結論だけ信じればいいの。その情報からフォンテーヌの神の心がメロピデ要塞の秘密と関係してるんじゃないかって思ってね。結局神の心のためだったのかよ。こっちの方は大体こんな感じだよ。そっちはヌビレットさんが君たちを送り込んだの？そうだぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって言っていいんだっけ？で、on ça comme un échange d'informations vu que tu as déjà tout dit。それなら安心してよ。皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。物事の多くには口実が必要。執行官の価値は想像よりも高いのよ。
でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。もしかしてタルタリアのことを一番気にかけてるのってオイラたちなのか。執行官同士の関係って相変わらず悪いんだな。そうとも言い切れないよ。お父様の駆け引きの基準は僕たちとは違うからね。そうだ、一つ提案なんだけど、手を組まない？目的は違えど、メロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし、互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウス・オブ・ハースが神の心を探す目的は数多くあるけど、中でも一番優先順位が高いのは予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。これについては僕たちを信じてよ。Désolé, mais je dois refuser. ほらね、だから言ったでしょ。そうか。やっぱり協力してもらうよう、旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。リネ、何か真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってから、いつか意見が一致するって、ずっと期待してたの。というか、今回協力できるのを私たちはすごく楽しみにしてた。リネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。Mais je peux changer d'avis si les choses deviennent sérieuses. 慎重だね。うん。君のやり方は相変わらずとても合理的だ。僕もそういう温度感と形での協力に文句はないよ。それに最悪の状況のことも計算してあったんだ。君の答えは僕の考えていたものより随分優しかったよ。それじゃあ早速情報を一つ共有するから、しっかり聞いててくれ。リネットとここを調査してみて分かったことがあるんだ。メロピデ要塞には禁域が存在する。ほとんどの人はこれについて話さないようにしてたから、話術をちょっと駆使してみた。そしたら監視の口から禁域の存在を確認できたのさ。君たちも調査の時は気に留めておくといい。禁域、もしかしてタルタリアはそこで行方不明になったのか。確かに気に留めといた方が良さそうだな。うん、それこそがメロピデ要塞における最大の疑問だ。他の問題についても早く調査しないといけないけどね。とにかくこの情報が君たちの役に立つことを祈ってるよ。おっと、もうこんな時間だ。お腹が空いてるだろう。早く特別許可食堂で何か食べておいでよ。今後連絡が必要な時はカードで知らせるから。その言葉を待ってたぜ。こんなに働いてもう腹ペコだぞ。ご飯にしようぜ。調査はその後だ。Sérieux, on a fait trois pièces quoi. Faut pas appeler ça travail acharné. Bon. On va remonter. Je crois que c'était ici. Ça va, je m'en sens pas trop mal au niveau des positions des éléments pour l'instant. Kyono a yapari, Kino no yatsu de oishiku nakatta na. Un dake de mata anna ryori o shiki aterare no hi wa itsu koru n daro na. Tant qu'on reste ici assez longtemps, on aura une chance. Oui.だからいいや、普通の料理も悪くないしな。早く出る方が大事だぞ。でも今のところ監修がちょっと怖いのと、作業が大変ってとこ以外、ここでの生活もそんなに悪くない気がするぞ。そうかい。まあここに来たばかりのやつはみんなそう言うがね。
どうやら地上での経験は君たちに十分な教訓を授けてくれなかったらしい。表面だけ見ていたら行き止まりにたどり着いた時、一体どうやってその道に足を踏み入れたかってことさえわからなくなるよ。Des conseils à nous donner, peut-être? Hum, 悪くない態度だね。ヒントを提示してやってもいい。ここにいる奴らは全員ルールを守り、トラブルを起こすなと君たちに言ってきたはずだ。だがそのルールが表面上の囚人としての規則だけを指しているわけじゃないってことまでは君たちに教えなかった。ここには隠しルールが多く存在するのさ。え、隠しルール、どんなのだよ。誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。だが知っていようがいまいが、ひとたび違反すれば死よりも恐ろしいことが待ち受けているかもしれないよ。そうなのか。おいら怖がりなんだ。そんな怖いこと言うなよ。Est-ce qu'on pourrait disparaître? もちろんそれもあるが、そんなのはまだマシかもね。そっか。もし隠しルールなんてものが本当にあるなら、タルタリアの失踪した原因もそれと関係してるかもって言いたいんだな。その隠しルールの内容を教えてくれないか。オイラたちどうにかそれを避けたいんだ。これは人命に関わるほどの情報なんだが、そんなに軽々しく私に聞くのかい。イーブーデクポン。わかったって。でもオイラたち特別許可権はそんなに持ってなくて。わかってるさ。ごゆっくり、十分貯めた後で構わない。というより君たちはまだここをよく知らないだろう。だから今教えたところで指して意味はないのさ。とにかくここでしばらく生活してみてからまた来るといい。私は普段ラグ&ボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。よろしく頼むよ。行っちゃったな。オイラたちを脅かしてるだけって可能性はないか。偽情報をオイラたちに買わせるためとか。そうだな、これもタルタリアのことを調べる糸口になるかもだし。隠しルールか。今はあいつの言った通り特別許可権も持ってないし、ここについても詳しくないから、しばらく経ってからまた話そうぜ。あ、話に夢中だったな。もともと美味しくないご飯なのに、冷めたらますますまずくなるぞ。早く食べようぜ。Votre repas, vous passez un moment à vous familiariser avec la forteresse.Voilà que la nuit commence à tomber. Retournez au dortoir pour vous reposer. Et nous fonçons alors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins, idéalement en tout cas, une vidéo par jour sur la chaîne. Et comme toujours, prenez soin de vous. Bye.私って欲張りですね。